こんにちは、こんにちは、こんにちは。ぬりちゃんでございます。今現在大阪の方はですね、COVID-19 のおかげでですね、学校の方が、ま、休みということで、ご自宅におられる方も多いかと思います。はい。で、今日は、もし僕の TikTok なんかを見てですね、ここに来てくれた中学生のために、ちょっとね、動画を撮ってみました。リテラシーを上げようということでね、今日はその前編で、リテラシーを上げるということが非常にこれから重要だということをね、お話してきます。僕は新聞屋さんなんで、もちろん新聞を使ってリテラシーを上げると。で、リテラシーって何かというと、読んだり、聞いたり、話をしたりしてですね、自分に情報を取り込んで、それを理解して、こちらがまた話をしたり、あるいは表現、あるいは、発信する、その能力のことを言うんですけれども、なんでこれが大事かというと、もうまさに今、学校がですね、お休みになってしまったと、先生がいないと、どうしましょう、ほっといていいのかというと、そうでもなくて、まあ、例えば、こういうことでですね、まあ、新聞にぎわってます、収入源で、低所得者条件というのを書いてますよね。これ何かというと、低所得の人には30万円給付しましょうということを書いてます。はい。でね、ちょっと読んでほしい、読み上げますね。はい。支給対象となるのは、世帯主の収入が減少し、年間ベースに換算して住民税の均等割の非課税水準となる低所得者、ごめんなさい、世帯、2番。世帯主収入が5割以上減少し、年間ベースに換算して住民税均等割の非課税水準の2倍以下になる水準と、まあ、書いてますけれども、はい、わかりましたかでしょうか。はい、僕もちんぷんかんぷんでございます。はい、こういうことをですね、まあ、実際の大人になりましてですね、自分の頭で考えて、あ、自分は申請できるんかな、申請できないのかなということを、まあ、ちょっと考えていかなければいけないということですよね。はい。僕はまあ、じっくり読んでね、これ最後まで読み切れば、はい、だんだん理解はできるんですけれども、まあ、これからですね、まあ、その、あなたたち中学生がですね、学校の先生がまあ、ちょっといない中で、これが自分で勉強していくと。うん。いう時代にもう突入しました。はい。僕らの時は学校の先生があれやこれやと言って教えてくれました。いや、これからは、違う。自分たちで勉強していくという。そのためには、まずリテラシーを上げなければいけない。そう。どうやって上げていくか。これをね、話していくということです。はい。でもね、まあ、ある意味、逆に言うと、チャンスではあると思うんですよ。学校の先生にね、あれせえ、これせえと。塾の先生に、ああしなさい、こうしなさい、宿題やってきなさいと。言うんじゃなくて、自分で勉強できるということですよね。はい。もう誰かにやれと言われたらやりたくなくて。僕も仕事も一緒です。はい。ある程度の目標はもちろんありますよ。あなたたちでしたら、まあ、試験に合格するとか、そういうことになるとは思うんですけれども。目標はあるけれども、どう、何を進めていくかは、もう自分で決める。はい。これが実は楽しいですよね。はい。これからはね、あんまり先生に言われなくても自分で、これこういうふうに段取り組んで、自分勉強して結果を出しましたと。まあ、そういうね、ことがするのは結構楽しいんで、はい。で、そのうちの一つで、まあ、まあ、いろんなリテラシーを上げ方あるんですけれども、まあ、僕はまあ、新聞屋さんなんで新聞使ってやります。SNS もやってるんで、SNS でもリテラシー上げることは可能なんですけれども、新聞にしかできないっていうやり方をね、次回報告したいなと思います。はい、私は今から魚釣りです。はい。またね、動画上げますね。この時はね、もう実況中継でね、まあ、ライブではないんですけれども、実際にどうやったら新聞でリテラシーを上げるかをね、映像に残して解説していきたいと思います。それではまた。